皆さん、こんにちは。今日はおはようございますではなくて、こんにちはになってますけれども、収録放送となっています。今日はですね、元毎日新聞の記者としてご活躍していまして、現在は生活ニュースコモンズの記者としてですね、女性の視点から様々な社会問題に関わっておられます吉永さんをゲストにお迎えしています。吉永真美さんですね。はい。で、5月にですね、東京からズームでご参加いただいて放送したんですけれども、今日は6.23、慰霊の日から沖縄に来ていらっしゃいますので、対面でのおしゃべりでお送りしたいと思います。そうですね、5月にゲストでお迎えしたときに自己紹介をお願いしましたけれども、再度お願いしてよろしいでしょうか。あの時に、お聞きになってないリスナーさんたちのために。はい、ありがとうございます。この度はお招きいただきましてありがとうございます。私は昨年の、7月まで毎日新聞記者として働いていて、25年間働いてきました。で、その後、辞めた女性記者たちが集まって、新しいメディアを作りました。それが生活ニュースコモンズという、メディアなんですけれども、そこではまさに生活の話だとか、名前の通りですね、庶民の視点だったり、人々の視点から今の時代やその政治だとか、そういったものを切っていく、そういったジャーナリズムというか、記事を書いているところです。はい。今のところ、だから私は今、ジャーナリストとして活動しています。はい、ありがとうございます。何ですか、オンエアの場合はもうちょっと広いお部屋なんですけど、今回収録ちょっと狭いですけども、よろしくお付き合いお願いいたします。で、今回ですね、6.23慰霊の日に合わせて来沖なさったんですけど、はい。式典にも参加なさったんでしょうか。はい。式典には出させていただいて、参加させていただきました。どうでしたか。ですね、あそこ、いつ、私が前を訪れたときは、式典の状況ではなかったんですけれども、今回まず行って、で、なんていうんですかね、率直に言うと、一番、式典の中で私は本当に感動したというか、一番もう涙が溢れて止まらなかったのは、宮古の、最後の高校高生生のの。方のですね、詩の朗読です。非常にその鋭い視点でお話しされていて、やっぱり誰が始めた戦争かと、これを何回も繰り返しおっしゃっていた。ここに深く感銘したと同時に、もう言いようのない気持ちが溢れてきて、もう本当にハンカチなくしてはちょっと聞けない状態だったと思います。で、それに対抗するかのごとく、その後に、やはり岸田総理の発言ですかね。非常にこう、なんて、たどたどしいというか、青年の、宮古の青年の話ぶり、非常に豊かな表現だったみたい。もう全くこう、正反対の、本当にたどたどしくて、なんかこう、そこにいたたまれないようにも思えるようなぐらいに、消え入りそうな感じに私は聞こえました。心から訴えるものがないってない感でじ。すね。そこの場でいて、やっぱりそれは感じましたし、その後の来賓の方々についても、一人一人が違う。やはりそのいろんな背景もあるんでしょうけれども。やっぱりその場で聞いて、その場のその雰囲気も含めて、テレビから感じるものとは全く違うなというふうに思いました。テレビから感じるものと違うというところは、要するに身近に感じるということですか。なんか暑さを感じるとか、どういう意味でしょいや、気持ちが伝わります。う。直接はい。この人の思いが伝わってくるというもか。う沖縄というか会場の雰囲気、発言なされてない方々も含めた。もう空気の中にこもるものがあるっていうはい、全感じ然で違すいかます。それでやっね。ぱり、この状況をどう受け止めるべきなのかっていうことをやっぱり考えさせられました。あれですよね。だからジャーナリストの方に必要なのは、やはりその現場に行って肌で感じるものも合わせて伝えなければいけないってことですそうよなんです。そね。れで見えないものもあるし、たくさん。で、あそこに行ったとき、ガマフヤの具志堅さんともお会いしてお話聞かせていただきましたけれども、そういった人々の様子や、そこにお参りに来られている方、慰霊に来られている方の表情、そして、警察官の物々しい数の多さとかね。いや、これは一体どういうことを表しているのかと。そうな、急にね、多くなったような感じもしましたそうけなんれですどか。も、
この岸田さんのスピーチの時に、沖縄を戦場にするなっていう大きな声を上げた。それをお聞きになりました。聞きました。3人声を上げていました。はい。はい、その中のお一人が、ちょっと私も知っている奥間さん、はい、というね、方で、県警に囲まれながら、こう、会場から連れ出せるところに私いまして、はい、なんか、頑張れって言ってしまったんですけども、やっぱり、この沖縄を戦場にするイコール再び沖縄の人たちの命を差し出せと言ってるようなものじゃないですか、日本政府が。それに対して声を上げなければ私たちってじゃあ何なのになりますよね。もう奴隷根性なの、私たちの尊厳はどうなるのという意味で声を上げるのは当然だし、もっと本当に上げるべきだというようなことは思いますね。そうですね。3人の方がね、声上げられてましたね。後ろと、私は、まあ、最初にすぐに、うちなの言葉でお話された方、はいはい。そして手前に実は女性もいらっしゃったんです。ああ、そうですか。で、女性の方も、2回ぐらい声を上げられてましたけど、その方は連れて行かれるってことはなかったんですが、あ、そうですか。まあ、もう、思い余って出た言葉だな、というのと同時に、そうですよね。岸田総理の前の前段の話と全く噛み合わない。ああ。全くその訴えてるものと噛み合わない形でのやりとりがね、うん、今後、ああいった形のその式典のそのやりとりっていうのも考えなきゃいけないんじゃないかなと。うんうんうん、非常に、ある意味、聞いてないのかと、人の話をというとしか思えない、うん。いやいや、私たちの声なんか届いてませんよ、日頃から。はい、聞いてもらっていませんからね。はい。言いたいことだけ言ってったって感じですか。それはもう日常茶飯事にありますね。現実と全く違う乖離した流れでしたね。はい。はい、それはもう、ずっと続いている、日本政府の姿勢だと私たちは思ってますけれども。で、私はその時ですね、この公園内にいたんですけれども、はい、朝の10時から2時頃まで、はい、ノーモア沖縄戦、ぬちどぅ宝の会の取り組みで、ボードを持ってですね、いろいろな意見のアンケート調査をしてたんですよ。はい、で、私の持ってるボードは、軍隊で戦争は抑止できるのか、防げるのかという、防げるというところと、それから軍備で、軍隊とかを含めてね、軍備で戦争は逆にもう誘発させてしまうと、誘発されるというと、二つのですね、意見を、あなたはどちらですかってことで募ってたんですよ。結果はどうだったと思います？いや、もうそんな軍備は、があれば、その逆、戦争は防げないと。うん。その、軍備だからこそ防げるって方とは全然違う。そっちの方が、だから軍備で戦争は防げないって方が多かったんじゃないかと思いますけど。そうなんですよ。やはり式典に来られる方ですから、沖縄戦を体験なされた方たちとか、それからその家族の、要するに沖縄戦で家族を亡くした方たち、身内を亡くした方たち、親族の方たちとかが多くいらっしゃってますから、もちろん沖縄戦の教訓、軍隊は住民を守らない。それをやっぱり分かってらっしゃる。ので、圧倒的にやはり多かったんですよ。軍備で戦争は防げない。はい、逆に誘発してしまうと。だから、軍備今増強に、私たちが望むわけではないんですけど、そういう状況に至っている沖縄は逆に危険だと思う人たちが147名ですね。いや、軍備で戦争は防げるんだっていう人がやはりいて、11名いるんですね。うんうん、ちょっと印象的だったのはですね、このシールは貼らなかったんですけど、5名ぐらい沖縄の若い20代の、うん、男の子たちにわっとこう囲まれまして、で、彼らは中国脅威をわからないのか、みたいな、発言で始まったんですよ。で、私とちょっとやりとりをして、中国脅威って何ですかって言ったら、尖閣諸島とかね、八重山のあたりの近海で、どんどん中国の漁船が出てきて、いろいろ迷惑してるだろう、みたいな感じの話をするんですよ。いや、で、これは、本当の真実は何なのか。これちょっとちゃんと調べましたか？どちらが先にこういう行動を誘発させるような行動をしてるのか調べましたか？またこちらの近海っていうのは中国の海警隊が出てきてコントロールするということを日米政府
あ、日米じゃなかった。日中政府で、アグリメントもあるのよ。アグリメントすいません。あのね、合意もあるんですよ、というような話もしたんですけれども、あの、やっぱり彼らは、あの、あれですね、いわゆる、あの、抑止論。やはり信じているという感じでしたね。あの、まあ、最近ね、あの、雑誌なんかでも、ええ、あの、下、あの、忍び寄る中国の脅威みたいなのを、ね、ええ、バーンと、まあ、その表紙で煽るような文句を言ったりとかですね、ええ。やっぱりメディアがそういうようなことを、うんうん、やっぱりこうちらつかせているっていう影響っていうのは結構あるんじゃないかなというふうに思うんですね。うん、でそこには、現実問題、じゃあ、軍備が置かれたときに、うんうんうん、その、まあ、ある意味、私はするとちょっと現実がどうだかっていうところは別としてメリット、まあ、いわゆる、まあ、まあ、デメリット、メリットがあるとすれば、うん、両論があるとすれば、うん、まあ、もしかしたらあるかもしれないメリットばかりを言ってね、うん、結局置いてあることに対するデメリットがやはり示されてない。で、今、ガザの状態でも、あの、いや、いわゆるハマスの、こう軍事的なものがあったからそこをめがけて、うん、その爆弾を落とすということを今、ラファという場所、今一番のそのエジプトに近い南の場所でもやってる最中ですよね。だからそういったものがあるということは標的になるんだというそのデメリットの部分がやっぱり全然こう報道で、まあ沖縄のメディアは別だと思いますけれども、まあいわゆるネットのメディアだとか大手メディアの方でね、はい、本土の方ではそうなんです。そういうことをやっぱり必ずくっつけて、はい、そこでじゃあ住んでる周りの人はどういう状況になるのかといういわゆるリアルな、うんうんうん、あの状況っていうのを伝えていないですね。このリアルなあの状況を伝えていないっていうのは先ほど話したように、うん、あのジャーナリストの方が現場でちゃんと取材をしているかいないかっていうのはありますよね。そういう意味でも先ほど あの中国脅威の八重山あたりの話でも実際に八重山の現場に行って地元の人たちでしっかり話を聞いたら結局漁船が暇な時に地元の市議のまあちょっと偏った向こう側の要するに中国脅威を信じさせたい方たちだと思うんですけれどもこの船を借り切ってわざわざ尖閣諸島あたりに行ってで出てきた中国の海警船海警隊のあれ海警隊っていうんですか、うん、そういう船をですねカメラで撮ってその写真持ち帰ってほら中国がこんなして出てきてるんだよっていうふうにやるということをですね、地元の平和活動をしている方たちから、これ問題だということで上がってたんですよ。やっぱりそういうもの、どういうことが実際にじゃあ起こってるのかっていうことをやっぱりね、ちゃんと検証して、メディアは言ってもらいたいですよね。私も気づいたのは沖縄に住んでて、以前はそういうことをなかなか報道されることなかったんですよ、はい。この報道がどんなことかというと、1時間中国の漁船がそこにいましたとか、2時間にいましたとか、こと細かにメディアが報道しているのを聞くんですよ。前そんなことなかったんですね。だからある意味煽ってるような感じがね、うん、国民の間に、あ、中国怖いなとかね。そうですね。そういう感情を煽ってるような、感じがあってですね。だからやっぱりね、そういった煽り方をしている片一方で、うんうん、実はアメリカとね、中国が一緒にこう、うんうん、首脳レベル、かなり 高級な官僚同士がね、うん、やり取りして、うん、今後も対話していきましょうっていうような、いわゆるそういうニュースもあるんです。だそういうニュースもは、なぜか書き消えている、もしくは、そこまで大きい扱いはされず流れている、うん、あるいは日本としては見たくないのかもしれないですね、うん、そういうシーンは。いやでもそれは事実ですから。ですよね。だからバイデンとね習近平はちゃんと会談してますよね。してます。そういうような危機を乗り越えるような官僚レベルでもやってますよね。結構最近そういう中で日本が置いてきぼり食ってるじゃないですか。何も外交してなくってやたら中国脅威を煽ってるのは一人芝居をやってるような感じにも 見さえしますけど見えさえだけれども結局は裏では米国の米軍の戦略で動かざるを得ないから動いてるというような事実はまたあるんだと思うんですね、うん、ただ私なんかいつもねアメリカがっていうところについては今か、うんまあ、過去ね別件のことなんかでもあるんだけれども、うんうん、本当にアメリカ、うんが言っているケースもあるでしょうけれど、うん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 、アメリカに言わせているケースもあるんじゃないかっていうふうに、うん、例えばどういうところで感じます？例えばですね、まあ、こういう防衛関係ではないんですけれども、うんうん、例えばそういう、その、
経済的なものだったり、政策的なものだったりとかする際に、やっぱりこう、日米でこう連絡を取り合って、そういう政策に対する課題っていうのを話し合う中で、実はその日本側の、いわゆるエリート官僚だとか、そういう人たちとのやり取りの中でそういったものが生まれてくるわけで、まあ、いきなりそのアメリカがポンと投げつけてくるっていうよりは、やはりその事前のそのやり取りがある中で、本当に果たしてそれはアメリカだけなのかっていうところも私は合わせて考えないといけないというふうにすごく最近感じてます。で、アメリカはだからいいとかそういう問題ではないんですけれども、いわゆるその単独のものではなくてね、むしろその日本国内におけるそういうあのエリート的なそういう発想の中で、実はそのやり取りがちゃんとあった上で出てくるものなわけだから、その段階でどういうやり取りがあったのかっていうのがすごく気になるし、そうですね、あの全部が全部アメリカの戦略によって日本が動かせてるわけではなくって、そういうこのコラボレーション協力関係の中でどこがどれぐらいの割合でやってるかは不明であるという状況ですよね。そうなんです、ですから、もちろんそれありますけども、ただ台湾有事に関しての戦争というものを捉えた場合、日本がやってですね、得すること何もないんですよ。ないんです。アメリカにとっては得しますよ。もちろん今のウクライナ戦争みたいにですね、武器でどんどん経済が豊かになりますしね。で、アメリカの若者が死ぬことはないわけですから。で、こちらもそうですよね。亡くなる、まあ、命を失っていくのは自衛隊の若者とかですね、沖縄の若者なんですよ。で、結局、米兵が亡くなることは今回もないわけですよね、こういう戦争の場合。そしたら、結局、ライバルの中国が、弱体化するのは非常にいいわけですから、誰にとって得かって考えた場合は、やっぱり後ろにいるのは誰かっていうのは、クリアだとは思うんですけどね。ただ、やっぱり、誰にとって得かって考えたら、普通だったらやめてくださいっていうのが普通なんだけれども。日本は言わないですね。やめてくださいが、一体誰が言ってるってね、誰が言ってないのかっていう、ここをね、やっぱり私たちしっかり見極めていかなきゃいけないと思うんですよね。いや、日本政府はやめてくださいなんて言ってるどころか、やりましょうやりましょうって言って待って、前のめりですよ。私、これはね、やはりね、日本政府、つまり日本の政権を担当している政治家は、自分たちが命を失うことはない。自分たちの個人が打撃を受けることはない。経済的にも。まあ、打撃最初に受けるとしたら、南西諸島のあのあたりでしょう。はい、それから、ちょっと受けるとしたら、九州あたりでしょう。そういうような計算してるのかなと思いますよ。うん、なんか、やっぱり、先ほどのね、宮古の、ええ、やっぱり宮古島の、まあ、彼が、まあ、その学生、高校生の方が、やっぱり、ええ、訴えられた詩の中身が、やっぱり本当にそれ凝縮しているなって私は聞きながら思ったんです。誰が、どういうような表現の時に。やはりですね、誰が始めた戦争なのかというね、その誰かが始めた戦争でっていうのを必ず入れてました。だから、結局犠牲になるのは自分たちで。それで、こんなに求めてるのになぜ変わらないっていう、本当に、素朴な当たり前の謎ですよね、そこをやっぱりしっかりと表現されてるというところで私はもう、まあ何度か結構宮古島も行かさせていただいてるんですけれども、あそこに暮らしてる私の知り合いだとか、本当によくしていただいてる方々たちとかのことを考えると、あそこの土地や生活や場所が奪われるんだと、その生活、自分が生活が奪われ、命が奪われて、しかも文化も奪われるんです。はい。許されることではないんです。それを想像力を持てば、誰もがノーだとしか言えないはずなんです。だからね、本当にね、想像力がないのかなと思いますよ、日本の。いや、見ないようにしてる。政権担当者の者でですね、この戦争に前のめりな方々。わからないです、私も。で、あと沖縄戦体験者だけじゃなくてね、先のね、日本が起こした戦争で、どういう結末で、どういうような被害を受けたかも、ちゃんと分かってるわけですよね、政治家なら。それに対して、思いは至らないんですかね。またそういうふうな犠牲とか、被害が出てくるかもしれないとか。やっぱりその時代も、被害を免れている、立場の人たちが、また、脈々と支持、類というか、脈々と続いていて、やっぱりこう、助かっ、
逃げられる人たちと逃げられない人たちが私はいると思ってるんです。情報格差も含めて、はい。逃げられた人たちがしっかりとして存在してるからこそ、こういうような状態になってるわけですよね。過去の戦争において、ちゃんと罰せられてない人たちがいるからこそ。そうだと思います。はい、じゃあちょっとこちらでお休みにしたいと思います。はいはいはい、6.23 をですね、お話ちょっと伺ったわけなんですけど、また後でまたね、お話し出したいと思っているんですけれども、また、マミさんは、能登半島にも行かれて取材をなされたと聞いてますけれども、あれは5月の終わり頃だったんでしょうか。はい。ですね、5月の終わり下旬にかけて、6月の頭ぐらいにかけてですね、行ってきました。なので、地震からちょうど5ヶ月経ったぐらいの頃に行ったんですけれども、皆さん、なんで行ったかと言いますと、周りから、全然復興が進んでないんじゃないかと。どうして進んでないのかと。それを知りたいと。いう言葉があって、そうしますと1月に地震が起こって、はい、5月の終わりでも何も進んでないと。それは最低限の道をちょっと直したりですね、そこの、その奥能登と言われている輪島や珠洲市と言われているところまでの道路自体はすごく悪路ではありますが、つながるようにはなってるんです。ですが、見てきたところ、もう本当に倒壊してもうプシャンコの建物ばっかりの地区だとか、そういったものがもう、ボランティアもそんなに多くないですし、まだ何もそんなにできてない。私が行った時はもう、今は仮設住宅に結構入ったらしいんですけど、まだ仮設に入れてない方たち、しかも高齢者の方が後回しになってきた状態っていうことで、何もそこ、あと私が行った段階でようやく水道が入ったんだと。まだ水道も通ってないです。4ヶ月以上経って。はい。台湾でも地震がありましたけど、台湾の動きはすごく迅速でしたよね、対応が。いや、もう、実際にそういう状況ではなくて、ですので、もう、あと、倒壊がすごいんです。特に珠洲がすごいんですけど、輪島もそうですが、もう、ほとんどが入れない、住めない建物です。政府としては組織的にどうしようというこの動きはないんですか、それに対して。当然ですね、仮設住宅作ったりとかという動きもありますし、そういった一般的な、そのいわゆるものはあるけれども、大々的にね、今そこを復興して、産業をどうこうしていこうっていう動きにはなってないんです。で、それは私が取材した形では、あそこの海女のですね、海女が100人弱、80人ぐらいいらっしゃると。で、非常にあそこは伝統的なその文化としての海女のその漁というのがあって、で、へぐら島というところに神様があって、で、各、その海女さんたちのお家にもその神様いるみたいな形でですね、非常にこう、深い素潜りをするそういう文化があるんですね。そこは、輪島自体が漁港の町ですから、その一部として海女さんがいるんですけど、海女さんの話を取材してきたんですが、一切その復興する支援がない。てか、話し合いがまだ始まってないような感じだった。私が行った時は。日本ってこんな国でしたか？いや、5ヶ月経ってる。もう少しなんか、ね、迅速に。そうですよ。動けるところだったんじゃないですか。輪島港行ってきましたけど、全く手つかずです。で、隆起していて、あそこは使えないからって言うんですよ。だけど、もともと石川県で最大の漁港だって言われていて、200隻、ありましたけれども、もうみんな特に操業してない状態。ちょっと海の中を調査するっていうことの名目で、補助金的なものはちょっともらってるようなこと始まりだしたとは言ってましたが、貯金を食いつぶし、そして、レトルトばかりを食べて、太ってしまったって言ってね、非常に嘆いておられた。ある政治家が、逗子市のことなんですかね、あそこは復興する必要あるんですかみたいな、失言をしたとね。はい、あったと思います。それで、覚えてますけど。結局、ほとんどがコーヒー解体ということで、相当ひどい打撃を受けてるとこばかりなので、輪島の和裁地も含めてですね、もう、コーヒー解体をやってしまったら、さら地になるだろうっていうね、かなり。ただ、お金もですね、そんなにあるわけでもないし、今、あそこの仮設住宅作るのに1000万ぐらいかかるっていうんですよ。ものすごい建築費が上がってると。どうやって再度あそこで復興するんだって話なんです。で、ですから、結局二次避難ということで、金沢だとかその親戚を頼ったり、息子や娘を頼って外に出て行かれる方が多くなってしまい、あそこで本当にもう一度産業を発展させて、みんなが暮らせる場所にっていうような話し合いとか、方向性っていうのは、
やっぱりその地のそういう産業の中心の方でもまだないんだと、少なくとも1ヶ月前にはそういうことをおっしゃってたんですね。なんかあれですね、沖縄でですね、こんなにどん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 迅速にですよ、軍事化、要塞化は、すごく推し進められてますよ、急速な動きとして。なのに、復興に関しては全然動いてないわけですよね。そうです。ただ、私が行ってきて感じてるのは、個人、まあ、ものすごくでかい災害ですね。家もすべて失う。まあ、生活基盤を失う。産業もなくなる。街がなくなる。ぐらいの勢いで文化も消えるような勢いなんです。そうですよ。それを積極的に復興させる動きがないってことなんです。それを、やっぱり置き換えてほしい。だから今、特に八重山宮古の方々たちが何か起きたら、九州に避難だと。もうあなた、生活そのものが崩壊しますし、文化そのものがなくなりますよ。そうなんです。で、保証するんですかと。保証できないですよ。九州から戻ってきて、できないです。有事戦争の後の保証、過去の戦争もなかったじゃないですか。そこどうなんですかって話なんです。しかも、避難してるときに、この避難してる期間に保証とか、ちゃんとできますかってことですよね、生活の保証が。でそれは戦争を受け入れる話につながるから、みんなはしたくないかもしれないけど、実際に各自治体が避難のその計画を立てていくということになっていて、自治体ごとなんです、これ。わかりますよ。国はやらないですよ。全部自治体でやってくれですよ、避難なんて。そうなんです。大変ですよ、自治体としては。いろいろやることあるんですよ。そうなんです。本当に。しかもこの問題はね、戦争前提なんですよ。はい、戦争を防ごうなんて、一つも考えてないんですよ、うん、そうなんです。やれやれ状態なんですよ。で責任は取らないですよ、その結果は。でいざね、今回の場合は、自然発生的に起きた、いわゆる財産の侵害じゃないですか。で、国民保護だとかね、そう。いわゆる、避難者支援とかっていう形で、本来なら法律もあるわけです。で生活も守らなきゃいけない。なのに、仮設住宅のね、電気、ガス、水道すべて自前だって言うんですよ。びっくりしました。この話を聞いたときに、この被害に遭っている方たちはどういう思いになりますかね。ものすごい怒ってらっしゃいますよ。それで、前の私もおかしいなと思ったんです。これまで中越地震とか取材に行ったりしてるんですね、現場で。でも同じ日本海側地域です。その時は、もうね、私、2週間、3週間くらいでもう仮設立ってて、結構広いとこにいらっしゃってね。そんななんか、そういうところでの苦情っていうか、そういう話も聞かなかった。で、ちなみに東日本を調べてみたんですよ。そしたら、弾力的運用で、水道ガスすべてタダだったんですね。うん、で、私、その地元の人に言ったんですよ。うん、そしたら、もうこれは前から決まってることと法律で決まってるから仕方ないんだっていうふうに思わされててね。で、私は今度記事に書きますけど、ただ、そうやって奪われていくっていうかね。で、個人のその財産なくなってもほっとけと。うんそういうことになる。場合によっては出てけになるかもしれない。うん、そこのことを、やっぱり、この話をすると戦争を受け入れていることになるからあまりしたくないっていうのは私は大前提として絶対ありますが、いざとなったらそうなるんだっていうことを避難の話だけせずに突きつけた方がいいと思います。うん、ちょっと私思うんですけどもね、日本語って曖昧な言語じゃないですか。その曖昧さっていうのがね、政治における曖昧さと通じてるのがあるんですよ。誰がしてるのか、なぜそうなってるのか、それをクリアにしないような曖昧言語のところがあるんですね。そういう意味でも、宮古のね、高校生の手話、あれは非常にクリアだったと。クリアでした。これ素晴らしいことだと思っていますよ。で、日本政府って私も言ってきましたけど、もっと明確に言うと、自公政権ですよね、うん。自民党と公明党が作ってる政権なんですよ。この政権が、自然災害で被害を受けている能登半島の復興にはほとんど一生懸命やってなくって、ほとんど機敏状態になってるにもかかわらず、はいはいはい、沖縄での戦争準備だけは前のめりで、沖縄側の住民の意見を一切聞かないで無視してどん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 進めている。これどういうことかってことですよね。だから防衛費なども4倍にするってこと、勢いでやってますけども、この被害に遭った方たちの補償は、ある意味、ね、ケチってるわけですよね。ケチってるところか。原発の時もだから避難の計画が全然なされてないとかあったじゃないですか。私ね、私ある文学の集まりがあったんですね、アカデミックな。
で、その時にですね、一番心打たれた発言は、ある東北の方の発言で、うん、その方が手を挙げてね、言ったんですよ。沖縄の人たちもね、帰民だけれども、3.11 の被害に遭った福島の人たちも帰民なんだ、というふうに、日本政府に捨てられた民なんだ、といった時に、私は非常によく分かったんですよ。日本の二大問題ですね。基地問題と原発問題。それによって捨てられた民なんですよ。声も聞いてもらえない。そうなんです。ですから、もちろんね、もう戦争は起こしちゃいけないし、絶対的に反対です。反対なんだけれども、あなた方の言ってるその計画とやらは、どこまで計画なさってるんですかと。我々の生活をどこまで見てるんですかと。で、どこまで資産しているのか、どこまでお金の算段をしているのか、どっからその国家予算を持ってくるの、そこまで言ってくださいと。そこまであって初めて提案してくださいですよ。でも提案は受け入れませんけどね。ですけど、それが見えてもいないのに、ただ、その最初のところの振りまくところだけやるような計画では困るんだと。そこをね、やっぱりね、問いただして、もちろん反対だけど、できないでしょ。ほら、だから反対ですよって。もちろん、じゃあできたからといって受け入れもしませんけど。もう失うものは、お金では変えられないものがいっぱいありますし。そうなんですよ。当たり前です。ちょっとまたお休みが入ります。はい。はいはい。先ほど帰民の話なども出たんですけども、やはり未だにですね、福島の人たちでですね、ふるさとに帰れない人たちもいっぱいいるじゃないですか。結局生活が壊れたまま、人間関係も壊れたまま、もう文化も壊れたままなんですよ。そういう状態だったらね、本当にもう、本来ならば人生を楽しく、謳歌して生きれた人たちが短命で終わる可能性もあるんですよ、失意のうちに。もう本当に日本のあちこちでね、そういうふうな帰民って言われるような対策しか、帰民を出すような対策しかできないという政府、それでいながら戦争準備に前のめりである政府、本当にね、国民が声を出していかないと、日本ってこの状態だったら本当に先進国からずるずるとね、今後進国にずり下がってきていますけど、もうやがて本当に後進国に入りますよ。やっぱりそういう後進国に入ったところから、やっぱり戦争の話って出てくるんですね。そうなんです。そういうふうに仕向けていく可能性もありますね。やっぱりね、過去のドイツも第一次世界大戦で負けて、その時に悔しい。やっぱりドイツ人は一番だということを言いたいがために、そこをくすぐられた形でですね、ヒトラーが出てきて、それで、人種差別的なものもやり、そして優勢思想を働かせ、弱い人間を殺し、ということを行い、その延長に戦争があるんです。ですから、非常にその大元のところは虚栄心をこうくすぐる。そういう。自分たちはこんなもんじゃない。ない。そうなんです。だから今まさにその前段状態に今なってるなって私は感じてますけど。それ危険ですよね。本当に。でも本当の真の豊かさって何か。うん、だか今回その、能登にも行きましたけれども、うんうんうん、非常に能登は豊かな自然な。うん、私は宮古を何回か行かせてもらってますけど、非常に宮古島に似てるなと思ったところがあって、うんうん、やっぱり塩も1300年前から、水と、電気とか一切使わずに自然に塩を作るとか、塩の技術、うん。はいはい、似てますよね。似てます。あと神様がいるっていう場所がたくさんあって、うんうん、神と共に生きている場所なんです。うんうん、で自然崇拝でもあります。さらに、ただそこのその社から何からみんな壊れたんです。そうですよね。祭りができないとも言ってました。うん、で、あと自然災害の場合は、自然だからもう仕方がないって諦めもつきますけれども、うん、戦争なんて人災ですよね。人が起こす人災、それで文化も壊れ、生活も壊れ、果ては命まで失うと。で、私がこのボード持って意見をこう集めてたときに、沖縄の若い男性たちが言ってたのは、あんたたちじゃあ、今の戦争は、OK なのと言ったら、国を守るためだと言うから、じゃああなたたちは、戦場にも行くのって言ったら、喜んで行くって、国とはって言ったら、日本だって、私は国とはっていうの、日本だっていうのは分かってますよと。国とは何かっていうのをもっと、深く突き詰めなければいけないでしょって。結局私たちが国がって言ってるのは、一握りの自民党、公明党の人たちが運営してる政権のことを逆に最終的には言ってるんじゃないですかと。国って何ですかって、国ってこの47都道府県全員を国と言ってるんですかと。
本当にこの国とは何かという問いをですね、私は沖縄戦でもそれが足りなかったと思うんですよ。で、今こそ本当は国とは何かとか、それから自衛隊は軍隊ですよねって私が言ったら、自衛隊は軍隊じゃないという人もいるんですよ。え、世界第3位の武器を持ってるんですよ。軍隊ですよ。軍隊ですよね。契約で方針になってますよ。はい。そこら辺もまだね、認識してない日本人が多いという現実ありません、まあ、だからそういうこともさっき言った、また戻りますけど、私がメディアの人間なので、思うんですけど、やっぱ正しい情報、正しいものの見方っていうのを、情報、いわゆるファクト、いわゆる事実と合わせて、どう物事を見ていくかってことも提示するのも、ジャーナリズムの大きい役割だなと今思ってるんです。もちろん学者の先生方もそうだと思います。そこが今足りてません。だから、物の見方をきちっとこうですよっていうふうに伝える、それを意識的にやっていくっていうことが、これから多分求められてる。それがわからないから、今みたいな国って何ですかっていう問いかけがすごく大事なんだと思います。そうなんです。本質的なね、じゃあ今、台湾有事を口実にして言われている戦争って何ですかって。これ日本が、中国に侵略されるという防衛戦争なんですかって、それを防ぐための防衛戦争ですか、逆にこれは日本の侵略戦争になりますよっていう意識がないんですよ。防衛だと思ってるんですよ。何のこの思考も働かず、ただただ怖いとか、何が怖いんですかと、そういう突き詰めのね、思考が働いていないというか、なるほど。はい、で、あと、この情報に関しても、西洋からの情報に、日本って結構アメリカ、ヨーロッパ中心の情報に頼りっきりですよね。はい、そうするとやっぱりバランス崩れますよね。そうですね。だから、ある意味明治維新の時に西洋から多くの示唆を受けたと、多くのことを学んだっていうのが、未だに、西洋に対する憧れとか、そういうものであるのかなと思うんですけれども、よくよく考えてみたら、その日本の文化の元になったものは、全部中国、朝鮮を通じてもらってきた、学んできた文化ですよね。そうですね。その前の歴史はずっと近くのね、アジアの国々から学んできてるわけじゃないですか。はい、なのになんで急にも西洋一辺倒になったんですかね、日本は。だから、沖縄のその県立博物館も行かさせていただいたときに、非常にこの豊かな琉球文化、琉球王国がものすごく豊かだったっていうこととかも、で、いきなりその戦争終わった後にアメリカ優位になって、なんでこんな変わっちゃったんだと、もうこれだけもう本当に尊重されるべき文化があって、いろいろ国際都市だったっていうこの事実、まずこの国際都市が壊されたんだと。そしてアメリカ優位なんだと。ここの、まず、ここの事実も消えているし、やっぱりどの立場に立って何を見るかってことは非常に重要だなと思うんです。だから沖縄戦だったり、今、サイパンの話、今度7月9日サイパン陥落にやってきますけれども、誰の立場でこの歴史を見るのか、私たちのそのフィルターで見ていくんならいいんですけども、本当にいわゆる、その戦争、まさに宮古のさっきの学生の言葉じゃないですけれど、戦争を始めた側のね、フィルターで物事を見ていくというのは、やめないといけないというか、何も見えてこないと思うんです。だから戦争というものの捉え方も、一体何か、さっき言った戦争はいろんな人権侵害の歴史の中で最終ゴールとしてあるような破壊行為です。その手前にあるのは人種差別。そして弱い人。そして、働かない者を殺すとか、誰にとって都合のいい人で都合の悪い人か選別した上で命を粗末にする。それが戦争の大元の原理だと思うんです。だからこのことをみんな考えていかないと、防衛だとかで語れないものがあって、向こうもこっちも死ぬんだと。人間が大事にされない行為なんだと。そうそう。そこを語らなきゃいけないと思います。戦争前夜になって顕著になってくるのは、政府の姿勢として、国民の人権を守ったり、自由を確保したりするのとは逆の方向に来ますよね。ね、だから、最近土地規制法でもわかりますし、自治体法の改正案の方でもわかりますけども、みんな国民を縛る方、そして中央集権的な方向、権力者の意見に従わせるような、国民を縛るような方向に行ってますよね。そうですね。そういう意味でも、これからのね、生活そのものも非常に厳しくなってくるなと思いますね。はい、あとは、あれですよね、今回、まあ、ちょっと、その片鱗が見えてるなと思うのは、外国人の
永住権剥奪の話があります。そうです。人権剥奪から最初にね。あれも納税者じゃない。いわゆるお金を払っていない、働かない人はいてはいけない。うん、いわゆる誰にとって都合のいい人なのか、うん、どういう人が選ばれて人間なのか、うんうんうん、そういうところ、その基準っていうものを私たちね、うん、考えていかないと、うん、こういうところから、いわゆる人権侵害が始まり、最終的には戦争に向かっていくと。そうですよね。その人権に関しても、弱者に対して厳しくてですね、例えば、ミャンマーからの難民とかに対しては厳しいのに、ウクライナからの難民にはですね、もうテレビでも放映されたりして、なんか歓迎歓迎みたいな。ありません？その線引きは何なのかってことは、そういうことですよ。やっぱり、私は米国の戦略に、やっぱり従順だと思いますね、日本は。だから日本は本当に独立国家ですか？ちゃんと自分の頭で考えて政治してますかってことですよ。そこも突き詰めたいところですね。それをね、自民党、公明党の方々は、真に考えてほしいですね。自分たちの国を本当にね、良くしようと思ってるのか。突きつけたいですよ。まあ、言葉一つ一つを大事にやっぱ考えていかなきゃいけないと思うんですよ。保守とは何かとかね、ええ、その私たち右翼左翼とかなんかいろんな言葉使いますけれども、ええ、本当のその保守だとか右翼だとか革新だとかそれって何なんだろうって、うん、今はね、うん、どっちでもないっていう何かが生まれつつあるこの昨今なんですよ。わ、うん、かります。だからそのどっちでもない何かって何かってことなんです。うん、このねどっちでもないっていうのがね中立っていうのはありえないんですよ今。ですよね。私の冒頭もありましたように、じゃあ軍備は戦争を防げるのか、戦争を誘発するのか、中立ですっていう気持ちもわかりますよ。なぜかというと、状況によって違う場合もありますから。それもわかりますけど、今聞いてるのは、今この沖縄で起こってる。このことについて聞いてるわけですから、それについて中立はありえないんですよ。あとこの戦争に気づいて聞いてるわけですから。そうですね。あとは、まあさっき言ったような立場を超えた中での、考え方として、うん、どちらでもない顔をしているけれども、ええ、絶対的にこう人権侵害の方に向かっていく、もしくは優生思想の方に向かっていく、うん、そういう流れがないかあるかということは、うん、みんな考えなきゃいけないと思ってます。うん、だってドイツでもそうですよね。物を言わない国民が、そういうナチスみたいな政権を後押ししたわけですよ。で、日本でもこれ起こってると思うんですね。もうすでに。今、ドイツでも右傾化が進んでますけどね。ね、ヨーロッパでも右傾化は進んでますけれども、もう日本も、はっきり言って安倍政権は、右翼政権だと国際的にはジャッジされて、判断されてたわけですからね。で、その右傾化が止まらない状態に今あるわけですから、そういう意味では本当に怖いなと思いますね。そうですね。ですから、どこで私たち、どういう基準で私たちが分けられているのかっていうことについては敏感になりながら、うん、その最終的なゴールとしては、うん、そのやっぱり大量殺戮である戦争だということを肝に銘じながら、一つ一つのニュースだとか、うん、そういう出来事をやっぱり見ていかなければならない時代に入ってきたなと思います。そうですね。はいはい。だから若い人たちも自分の身の回りで起こっていることによく目を向けて考えないと、彼らにこの刃を向かってくるんですよ。若い人に限らず、どの年齢の方も。そうなんですけれども。チェックして、そうなんですけども、ね、やはりね、若い人たちが戦場に行かされるんですよ。それはもちろん。若い人たちが、あんたたちが守れって言われるんですよ。で、戦場になるところで、多くの、だって、20万人の沖縄戦の犠牲者のうちに、11万人、12万人が沖縄県民ですよ。半分以上が沖縄で亡くな、沖縄の命を、この、かつての戦争で捧げてるんですよ。結局戦場になるっていうか、そういうことなんですよ。やっぱりだから仕方がなかったとかね、ええ、軍部の発想はどうしようもなかったんだ、これしかなかったんだっていう、ええ、そういう定説に ね、 そうですね、やっぱり私たち惑わされちゃいけないです。そうですよ。私たちの立場で何が起きたのか、うん、その結果何が起きたのか、うん、ここの視点からやっぱり語っていくこと、どうしてもそういう言い訳めいたものがね、うん、必ず戦争中にも戦争後にも出てくる。そうなんですよ。そこはね、あと私たち気をつけなければならないですね。6万人よのね、日本兵が沖縄戦で亡くなってますけれども、3万人近くが沖縄の兵隊なんですよ。そこにですね、大学生も巻き込もうとかね、いろんな話が出てるじゃないですか。です怖いなと思いますよ、本当に。はい。まだまだ時間ありますかね。ちょっと2分ぐらいあるらしいですので、はい、マミさんの方で何か最後に。そうですね。やっぱり物事を見ていくときに、まあ、今回その宮古の、詩を朗読された高校生の方の話しましたけれども、彼はやっぱり本当にその宮古の、そして今沖縄で生活し生きていって、そしてお父さんお母さんや
ご家族、多分いると思う、まあいない人もいますけども、いろんなその地元の中で考えて出てきたこの肉声、物の見方、このフィルターの中で、今戦争というものを捉えている。うんうんうん、ああいった形で私たちは常に考えていかなきゃいけないってことをまず一つ言いたいなと思います。そうですね。私もちょっとまだ教えたりもしてるんですけど、若い人たちに言うのは、やたら知識を集めてね、いろんなことを知ってるけど、物事の本質が見えない人たちが増えてきてるよと。だから物事は知ってれば知ってるほどいいんじゃなくって、この知識をね、持ってる上で、何が今起こってるのか、何が問題なのか、どう自分は判断しなければいけないのか、そういうことがしっかりできてないとダメなんですよっていう話をしたんですけどね。自分の頭で考えることですよね。ただ知識を蓄えるんではなくて。どの立場からものを見るかっていうことですね。ええ、やっぱりついついですね。想像力ですね。やっぱり例えば戦争であれば軍部はこういうふうに考えていてしょうがなかった。うん、例えばこんなにいい人だったとかね。いや、いい人とかしょうがなかったっていうのは、それは人間なんてどこでもあるんです。そんなことではないんです。何が起きてどういう犠牲ができたか。そこの視点からやっぱり私たちは掘り起こして、戦争はダメなんだということを伝えていく、言っていくっていう姿勢も問われてるなと思います。ややもすると今ね、そういうまた流れが聞かねないですよ、うん、日本全体で、うんうん。そうですよね。牛島司令官 6.23 というのは牛島司令官が自決した日なんですけども、だけども彼は最後の一人まで叩かれていって自分は自決しちゃったんですよ。これって何ですかと。そのせいで沖縄は10月、11月までずっと戦争が内戦が内戦のようにですね、続いたわけですよ。で、山に隠れた日本兵が、米兵と接触する沖縄の人たちをどんどんスパイとして殺害していくってことがずっと続くわけなんですよ。ですから牛島さんは非常に孫を思う子供たちに優しい人たちだったって人だったとかね、そういうことを聞いてるわけじゃないんですよね。もっと彼が沖縄の、沖縄の人たちにとってどういう戦争だったかっていう捉え方 で、 そういうことですね、そのことを考えていかなければならない。そうなんですよ。で、さらに言うと、その時日本軍というのはどういう動きをして、うん、そして沖縄というのはどういう立場でこう、うん、どうなってしまったのかということ、うん、やっぱりサイパン手にやっている流れの中 で、 そうです、ね、アメリカ軍はやってきてるわけです。それは分かってたはずなんです。だからそこを結局この私たちは一体どういう立場に立たされて、うん、そして広島に行くのかということを、うんうん、やっぱり考えていくとですね、うん、そんな形でですね、やっぱり、うん、こう軍部的な見方だったり、そういわゆる軍の戦、軍的なそのいわゆる日本軍の立場からの定説っていうのは、一旦置いておかないと、ここね、やっぱり真実見えてこないと私は思うんですよ。そうなんですよ。はい、本当にね、物事を見るときに、やっぱりあれもありますよね。中国脅威のときにもですね、こう戦争がどちら側が起こしてるかっていう話をしてるときに、だって中国はウイグル族とか民主主義を抑圧してるでしょっていうようなトピックをずらしてくる人たちが結構いてですね、ですね、はい、これが意外と日本のですね、ジャーナリストがやるんですよ。やりますね。ありえない話ですよ、これ。もうね、討議の時にトピックを2つ持ち込むとね、コンフューズするっていうのは当たり前の話じゃないですか。それが分かってない。一つ手法なわけですね。コンフューズさせたいのかもしれない。させたいのかもしれないですね。はい。あと32軍司令部、はい。あれは私も最近分かったんですけど、これ最近分かったら恥ずかしいんですけど、中国の虐殺、はい、軟禁、はい、あれをやったのが32軍らしいですね。そうです。まあ、それで、まあ、強い軍隊が結局フィリピンにも行っていて、最終的にその中国から来た軍隊が出たと。だそこも考えなければならないんですよ。だから、それの意味は何なのかと、そこまで落とし込んで、沖縄はどういう状態に置かれたのかというところから、やっぱり語っていきたいですよね。そうですね。もう、まずは、命ずたから、命を守るために頑張るってことですね。はい。締めの挨拶。あ、すいません。もう締めなんですね。はい。それでは、まみさん、何か。そうですね。先ほどもちょっと申し上げましたけど、ま、入れの日に絡めながら、さっき能登の話もしましたけれども、ぜひですね、もしも、なかなかいけないと思うんですが、ボランティア、可能であればもうなかなか難しいと思いますが、